頭は AGA、名前は OGA、オガです。青森のオガです。前回はですね、私、ペヤングのですね、超大盛りギガマックス2142キロカロリーっていうのを食すというのにチャレンジしたんですけれども、あの後ですね、私、ずーっと胃が一日中もたれておりまして、もう気分もね、どんよりして、だいぶ具合悪かったですね。もう43歳のおじさんにはとても耐えれるようなね、内臓の状態ではなかったですね。それぐらいのね、パワーと、こう、脂っこさと、いろんなものがあった挑戦でございましたけれども。ペヤングですね、この間は、超大盛りの量が多いというバージョンでチャレンジさせてもらいますけども、実はですね、こう、それ以外にもペヤング辛い系のやつとかご存知の通りいろいろ出てるじゃないですか。なので、今回私、じゃじゃん!こちら、ペヤング焼きそば極激辛の方に今回はチャレンジしたいと思います。まあ、厳密に言いますとですね、こちら極激辛、私今、2022年5月18日にこう、YouTube のね、動画撮影しておりますけども、現在の時点では、極激辛ファイナルというのが出ておりまして、この辛さのですね、2倍のやつが出てるんですよ。で、この極激辛に関してもですね、まあ、ペヤング激辛マックス焼きそばエンドというやつの辛さ3倍ということで、こちら極激辛出てきたんですけれども、それでももう十分辛い。でも現実はですね、極激辛ファイナルがもう発売されてると。だから、極激辛ファイナルの方にチャレンジすればいいんじゃないかと思われる方いらっしゃると思うんですけども、すいません!私が、ギリギリになりました。ビビってしまいました。ビビってしまった結果、ペヤングやつは極激辛の方で一回チャレンジしまして、で、内臓の具合とかちょっと調子を見ましてですね、最終的にこの極激辛ファイナルの方にチャレンジしてみれたらいいかなと思いますので、まず一旦極激辛の方にチャレンジしたいと思います。まあ、正直ね、辛さはあんまり強い方ではございません。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意くださいとなっております。こんな感じで、もう薄い感じですので、全然、この間のに比べるともう全然大した感じはございません。そこにこちら火薬ですね。火薬入れます。はい、火薬入れました。そして、あ、これですね。問題はね、この激辛ソース。こいつですね。もう見るからに辛そうなやつなんですけども、これがね、どうなるかってことですね。お湯を入れます。そしてタイマーを3分。いつものごとく3分セットします。そして今日の見張り番はこちらですね。タクシーのおもちゃでございます。地獄へレッツゴーということでタクシーを置いておきまーす。はい。というわけでこれね、極激から対策としましてはね、こう辛さが来るよりも先に、ぐわーっと駆け込んで食べるっていうスピードになりますかね。それですね。なりました。うわ、うわ、色が。でも見た目はね、全然普通の焼きそばでございます。ペヤング極激辛からいただきます。めちゃくちゃ辛い。やべ。あ、やべこれ。見る。あ。あ。わかりますかね。汗がね、吹き出してるんですよ。あかん、これはあかんぞ。唇はあります？
めちゃくちゃ痛いんですけど、唇今。あれ？二口目でも一発目ほどの衝撃はないですね。ちょっと美味しいかもしんない。まあ、間違いなく私、青森の方が43年間生きてきて、一番辛いものを今、水飲むとダメなんかな。めちゃくちゃカレーやるしかないんですよ。おい、小川、お前は一体何をしに青森に来たんだ。お前今までサラリーマンをやってて、このままじゃ人生ダメだ、何かしら折り返し地点という人生を節目を迎えた時に何かしら新しいチャレンジをしたい、新しい自分を見つけたいと思って青森に来たんだろ。となるといいのか、諦めてやるしかないんだよ、これを。俺は食べるしか。辛かろうが、辛いな、おい。辛いんだよ、マジで。これやりすぎですわ、マジで、ペヤングさん。え、これのさらに上があるわけでしょ？いや、この、無理よ。これもあの、油取りのね、あの、料理用の。これ貼っときますわ、俺。汗がね、すっごいんですよ。びちょびちょになるぐらいなんですよ。汗、これもいかんな。と、戦います。まだ全然残ってます。半分以上。涙も止まらなくなってきたけど、あと一口やるぞ。青森の方は最後の一口いっちゃうぞ。あー辛いよ。ちょっと待って、マジでちょっと待って、あと一口いけないんで怖いって。腫れてます。あの、イカリア長介さんバリに腫れてますよ。ダメだこりゃっていう、いや本当にダメ、本当にダメだこりゃですよ。もう全てのものがぶち壊れてます今。ああ嫌だー、やりたくない。俺が言うたっけこれやるって、やれ言うたっけ、どっちもう分からんって、もうパニクってますもん頭。ああいや、もうやりたくない、本当に嫌。でも違う、違うよ。最後、ペヤングご機嫌から完食しました。ごちそうさまでした。
とりあえず今回も青森のが自分自身のチャレンジ、極辛激焼きそばにと戦った結果、勝ちました。勝ちました。はぁ、唇痛い。今もう辛さを感じてるってことは、今生きてるってことですから、今この現実にここに生きてるってことですから、すごく今生きてるんだなと思いながら、唇痛い、いるんだなっていうぐらい、また日々過ごしていきたいと思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ご視聴どうもありがとうございました。